はい、こんにちは、116ウィンズです。開幕直前のこの時期に朝起きてトレード見て驚くことになるとは思いませんでしたが、今日ホワイトソックスとドジャースがトレードを成立させ、ドジャースがホワイトソックスからリリーフピッチャーのクレイグ・キンブレルを獲得し、ホワイトソックスは見返りとして外野手 AJ ポロックを獲得しました。2人ともオールスター選出経験もあるベテランで、こういった選手たちが1対1のトレードで動くのは、まあ最近の MLB ではあまり目にすることがなくなった感じのトレードでしたが、双方のチームともに戦力が少し余り気味だったポジションを生かして弱点を補った格好のトレードになったのかなと思っています。キンブレルは7年前の2015年にブレイブスからパドレスへ移籍した時も開幕前日に移籍が決まったこともありましたが、今回も開幕まで1週間切った状態でのトレードと、彼クラスの選手にしては珍しく2度も開幕直前のトレードを経験することになりましたね。今回はこちらのトレードについて簡単にお話ししていこうかなと思っています。それについてもオフシーズンの間ずっと噂は出ていましたが、ついにキンブレルのトレードが決まりましたね。2019年から始まったカブスとの3年契約は、初めの2年間全く彼らしいピッチングができず苦しんでいましたが、契約最終年となった昨年ようやく復活。カブスでは39試合に登板し23セーブ、防御率 0.49 と圧倒的なピッチングを見せ、夏のトレードデッドラインを前にホワイトソックスへ移籍。ホワイトソックスはよっぽどキンブレルを獲得したかったのか、これから数年間はセカンドのレギュラーになっていたはずのニック・マドリガルを手放してまでキンブレルを獲得してきました。ヘンドリックスとキンブレルの8回9回のコンビはプレーオフに向けて脅威となりそうだなと思われましたが、しかしホワイトソックスに移籍してからのキンブレルはセットアッパーの役割にうまくはまらず、移籍後24試合で防御率は 5.09、プレイオフでは3試合に登板しましたが、第2戦に勝ち越しを許した直後にマウンドに上がって2失点とアストロズ打線の勢いを止めることができなかったところ、第3戦第4戦は大差がついた場面での登板と、おおよそチームが期待していた姿ではありませんでしたね。ホワイトソックスはオフにキンブレルの1600万ドルのオプションを行使して彼を残留させはしましたが、ケンドル・グレーブマンやジョー・ケリーを獲得するなど、着々とキンブレルがいなくても問題ないブルペン体制も築いていました。開幕直前まで時間はかかってしまいましたが、ようやくトレードが実現した格好です。ドジャースはキンブレルの獲得によってクローザーが埋まりましたね。昨年まで10シーズンチームのクローザーとして活躍したケンリー・ジャンセンが FA でブレイブスへ移籍し、明確なクローザーがいない状況にありまして、ロバーツ監督はブレイク・トライネンを筆頭に状況に応じて複数のピッチャーをクローザー起用していく意向を示していましたが、キンブレルの加入でドジャースの最終回はおそらく彼で決まりでしょう。ホワイトソックス移籍してからセットアッパーで結果が出なかったため、再びクローザーに固定すれば昨年前半戦のようなピッチングもしかしたら期待できそうですし、また昨年と同様にこれでトライネンを7回から9回まで場面に応じて柔軟な起用が可能となった点もドジャースにとってはプラスかなと。キンブレルの今季年俸は1600万ドルと、ジャンセンがブレイブスと結んだ契約と同額で、それならポロックをわざわざ出さずともジャンセンと再契約で良かったのではという気もしなくもないですが、ポロックの契約も手放すことで年俸総額への影響を減らしつつ、昨年カブスで対戦した全打者の 46.7% を三振に切ったキンブレルの支配力をドジャースはより好んだのかもしれません。通算350セーブのジャンセンから通算372セーブのキンブレルへ、ゲームのような守護神スイッチとなりました。ただポロックの放出は全く痛くないというわけでもありません。先日フリーマンを獲得した時点でのドジャースの予想オーダーがこんな感じで、残っていればポロックがスタメンに入る機会もおそらく DH かレフト中心に多かったでしょうし、昨年117試合で OPS8 割9分2厘と結果を残した選手がいなくなるのは普通のチームだったら痛いです。ただフリーマンの加入でベリンジャーが基本外野に入ることになり、他にもベッツやテイラーがいるドジャースの豪華すぎる外野陣の状況では、ポロックがポジション面でチームに絶対に必要な戦力というわけでもなかったことは、今回のトレードを成立させる上でも大きかったことでしょう。またドジャースとしてはラックスの出場機会も十分に確保したい思惑もあったんじゃないでしょうかね。トッププロスペクトとして特にバッティング面で高い期待を受けていたラックスも、ここ3年間 MLB でその期待に見合うような成績は残せていませんが、ただチームとしても彼がブレイクしてくれないと今後の編成面で困るとは間違いなく考えているはずです。ポロックが抜けたことでセカンドに入る予定だったマンシーの DH での出場機会やテイラーの外野起用も増えることから、ラックスは空いたセカンドを中心に外野も含めてそれなりにチャンスは巡ってくるかと思います。昨年は自己最多の102試合に出場し、打率2割4分2厘、OPS6 割9分2厘ながら、9月は打率3割6分と調子も良かったので、そのバッティングを忘れずに、今季しっかりと結果を残す1年としてほしいですよね。
ドジャースは少なくともラックスをまだ諦めるつもりはないと思いますので、あとは彼がその期待に応えることができるか、それだけです。一方でキンブレルを放出しポロックを獲得してきたホワイトソックス側も見ていきますが、オフの補強で余り気味だったブルペン、キンブレルを使って外野を補強できた点は良かったのかなと思っています。ヘンドリックスが今季もチームの守護神である以上、昨年セットアッパーの役割で苦しんだキンブレルに同じ役割で成績アップを望むのはあまりいい賭けではないですし、それであれば他の弱点を埋めるのに使うべきです。ポロックは昨年117試合でホームラン21本、 OPS8 割9分2厘、ウィンザボリプレイスメントも 3.1 としれっとなかなかの成績を残していて、彼の加入はすでにヒメネス、ロバート、ボーンがいる外野陣に大きなプラスとなりそうですし、ボーンが怪我で開幕間に合わない可能性もあるため、早速彼の存在は大きな意味を持ちそう。昨年はレフトがメインでしたが、この打力でセンターもこなせる点も、特に昨年シーズンの半分以上を怪我で欠場したロバートがセンターのレギュラーを務めているホワイトソックスにとって非常に魅力の多い選手なのかなと。まあ、怪我が多く2015年以降120試合以上に出場したことすらない点はちょっと懸念点ではあるため、うまく休みや DH での起用を挟みながら1年間健康に戦い抜くシーズンとしたいですね。またホワイトソックスは今回ポロックを狙ったのは昨年の反省も踏まえてという部分もありそうですかね。健康なら外野にヒメネス、ロバート、ボーン、そして今回ポロックと並ぶホワイトソックスの外野陣ではありますが、昨年開幕前にヒメネスが左胸筋腱を断裂し7月下旬まで復帰できなかったところ、5月頭には今度はロバートが右股関節屈筋の断裂でこちらも長期離脱することになってしまって、ヒメネスとロバートが戻るまでの間ホワイトソックスは外野を埋めるのにかなり苦労していた印象です。この間ブライアン・グッドウィンやビリー・ハミルトンといった本当にその場しのぎの穴埋め要員の選手たちがかなり打席に立つことになりましたし、オフに呼び戻したイートンは深刻な打撃不振に苦しむなど、コンテンダーの外野陣とは思えないような状況でしたよね。幸い2人の怪我があってもホワイトソックスは地区優勝できましたが、ツインズやタイガースが大型補強に動いた今年は同じことがあった場合そうもいかないでしょう。ポロックも怪我に弱い点は気になるところではあるんですが、センターもできる選手をこうして加えることができたのは昨年のことを考えればなおのこと良かったと感じましたね。リリーフピッチャーと比べたらやはり主力野手の穴埋めをする方が一般的には難しいでしょうから、ポロッククラスの選手をこうして加えることができたのは今季1年間戦い抜く上でもホワイトソックスにとっては大きな意味を持つんではないのかなと個人的には考えています。今回のトレードは両球団ともに少し余剰となっていたポジションを生かして、ドジャースであればブルペン、特に空いていたクローザーのポジションを埋めることができましたし、ホワイトソックスであれば外野の層をより厚くすることができたトレードでしたね。今のところは双方にとってウィンウィンとなりそうなトレードと見ていますが、果たしてシーズン終わった時どんな結果となるのでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。